メグロレン、海の始まりで脱、サイレントなるか、大竹けしのぶに、有村架純演技派に食われながら進む俳優格変モード。スノーマン、メグロレン、27主演の月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、毎週夜9時の第2話が、7月8日に放送される。1日放送の初期は、平均世帯視聴率が8.0%、ビデオリサーチ調べ、関東地区。 と、好発信。目黒は元より、女性人、特に大竹忍六十66の演技が好評だ。同ドラマは、人はいつどのように父になり、いつどのように母になるのか。様々な形の親と子のつながりを通して描く家族の物語。脚本、産方美久氏、演出、風間博樹氏、プロデューサー、村瀬健氏という、22年10月期放送の、 サイレント同局系チーム最終決とあって注目されている。第1話は、東京の印刷会社に勤務する月岡夏、目黒は化粧品メーカーで働く桃瀬弥生、有村霞三十31と交際中。ある日、夏のスマートフォンに大学時代に付き合っていた同級生、長も水器、古川琴音27が亡くなったと連絡が入り、翌日、 夏は葬儀場へ。昇降の列で夏は、水木の母主院、大竹、不祥兵李十後、六十一、ら親族に挨拶をした際、一緒にいる女の子が水木の娘であることに驚く。女の子は、海泉谷聖奈、七という名で六歳。学生時代、夏は水木の中絶の同意書にサインした後、水木に電話で別れを告げられていたのだが、 という展開。夏は、茜から海が自分の娘だと知らされ、家に帰ると、やよいに、何も知らなかったから何もできない、と言って泣いた。X、旧ツイッター上では、目黒ロくん全部違う涙の流し方してて本当に演技の成長が凄まじい。特に別れを告げられる電話のシーンと最後の海の横で泣くシーンが心臓ギュッとされた、など。 メグロの演技に賞賛の声が集まっていたが、メグロの演技も素晴らしかったのですが、正直、初回は大竹や古川の演技に押されていたところも、また、運命に翻弄される姿は、サイレントのイメージがあり、つい、既視感を覚えました。ただ、このイメージは話が進むにつれ、変わっていく可能性が高いです。ドラマライター、山川。 メグロといえば、どうしても、サイレントの桜草のイメージが付きまとってしまう。しかし、俳優としての今後を考えるなら、一つの役のイメージに縛られるのは、あまり良くはないだろう。果たして、今作で脱却できるだろうか。本作のテーマは、親子の愛で、今後、夏、メグロは海、泉屋や弥や生や、有村、茜大竹との関係の中で、 親として成長していく物語が予想されます。大竹や有村など、テレンレの女性陣に囲まれる中、演じる夏とともに、メグロも俳優として急成長、格変する可能性は高いです。今はまだ、サイレントの繊細な青年のイメージが強いですが、ストーリーが進むにつれ、新しいメグロが見られるはずです。全道次回、 突然一人で夏の部屋を訪ねてきた海と、現在の恋人の弥生が出会ってしまい、夏は海が自分の娘であること、その事実を水気の葬儀で初めて知ったということを正直に告げる。これが夏と弥生、そして海の運命を変えることになるのだろうかこれまで見たことがない、目黒の父としての演技に期待したい。親子というより、兄弟のような仲の良さ。